はい、さーい。パトマ TV の健太郎です。みほです。今日はですね、スポーツカーで行く、はい、沖縄のおすすめ観光スポットということで、第1弾目ですね、今日は。はい、はい、というわけで今、これね、ロードスターに乗ってみほちゃんと一緒にですね、沖縄のおすすめの観光スポットを今向かってるわけなんですけれども、今日はどこに行くかと言いますと、みほすの丘さんの方にちょっと行ってみたいと思います。はい、しかもみほすの丘の社長さんのご好意でですね、休みなんだけど今日来ていいよっていうので、ちょっと今日貸し切りなのよ。おー、すごい。そう、そうなんです、そうなんです。今日ちょっと貸し切りなので、はい、貸し切りとみほすの丘をね、はい、みんなと一緒に自然がたくさんある観光スポットなので、沖縄の自然をね、皆さんと一緒に共有できればなと思っておりますんで、はい、はい、じゃあぜひですね、今日は楽しんでいきましょう。はい、はい、じゃあ早速行ってみたいと思います。今日はスイッチも一緒でーす。はい、じゃあというわけで、ビオスの丘さんの方にこちら到着しました。はい、はい、我々ビオスの丘初心者なんで、どこが一番綺麗なのかってよくわからない、はい、なので今日はコーディネーターの方来てもらってます。ビオスの丘から、テリアさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これビオスの丘の方でおすすめのインスタ映えスポットって何かありますか？はい、まずはビオスの丘というか湖水鑑賞船、ジャングルクルーズがございますので、はい、そちらに行きながらご案内したいと思います。船ですよね。はい、船はテリアさん運転するんですか？いや、もう一人います。じゃあちょっとお呼びしてもいいですか？あ、ぜひぜひ。はい、じゃあ今日池原さんも来ていただきました。船を運転する池原と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ご案内していただいてよろしいでしょうか？はい、行きましょう。はい、消毒ですね。入り口入る前に消毒。まあ、コロナ対策もねやっていかないとバッチリですね。ありがとうございます。これカヌーも乗れるんですか？はい、こちらの池が人工湖なんですけど、はい、全長でだいたい500メートルぐらいあるので、はい、そこをぐるっと一周1キロ楽しんでいただくものになります。で、奥の方に見えるのが湖水鑑賞船、今から乗るものですね。あ、すごい楽しみ。はい、ワンちゃんは水の上は危険なんで、はい、お留守番。はい、ワクワク。いいね。俺もね、乗ったことないのよ、これは。あ、そうなんですか。これから。ちょっと楽しみ。冒険が始まります。はい。じゃあ、それでは出発いたします。はい、よろしくお願いします。とかってしてるんですか？もうこれ完全もう野放しというか。あ、いや、してますよ。例えば日陰ヘゴとかですね、はい、葉っぱ古くなるとやっぱり茶色くなるので、はい、それを落とす作業だったりとか、台風があまり来なかったら木いっぱい伸びてしまうので、うん、年に何回かは間引きしたりとか。あ、台風来る日時はいいんですけど、はい、来ない年もあったりするので、それで間引いたりとか。中の茶色くなってるやつですね。はい、この池の中にも藻が生えてるんですけど、はい、藻も管理しないとスクリューを巻き込んだりとかするので、そうなんですね。定期的に管理はしております。あ、なんか癒されてるしか言えない。なんかね、沖縄といえば海ではあるんだけど、あ、海じゃなくてその木々っていうの、緑、はい、でもこうやって癒されるスポットがあるっていうのは結構やっぱり沖縄自然豊かでいいよね、本当に。いいですね。うん、いや、ここは本当にマジで来た方がいいスポットですよ。カワセミ、カワセミがいました。あ、嘘、行きました。あ、すごい、こっちも綺麗。すごい、ここ。
おお、ちょっと興奮してるかもしれない。ちょっといいですか、あれは、はい、アグー豚です、ね、アグー豚、はい、もうちょっと近くまで行っていいですか。あ、どうぞ。なんかめっちゃ暴れてますけど大丈夫かなすごいフーって言ってますね。おおお、大きいですね。うん、その食べるのにすごい美味しいってよく言われて、あのアグー豚ですね。アグー豚ですね。あ、すごい2という、うわー、池田さん、先ほど船ありがとうございました。はい、どうも。次はどういったのを案内してくれるんでしょうか。このウーガイ君が引っ張る牛乳で県内をぐるーっと散策します。歩くのが、辛いという方は水牛車に乗っていただいて、はい、で、園内をぐるっと回っていただけると楽に園内の魅力が分かるかと思います。あ、すごい、後ろの方から、はい、ありがとうございます。はい、みおちゃんは歩く、えスイッチは今回もお留守番ということでいいのかな。あ、すごい力が強い。すごい。おお。じゃあスイッチ、バイバイ。スイッチ。早い、意外に。ね、早いね。ひずめっていうのかな。めっちゃ足すごいね。すごい。だからジュラシックパークですね。いつもそんな速くないんですけどね。うん。あ、さすがにちょっと興奮気味です。あらららら。花びら何枚に見えますか。何枚だ、4枚、5枚ぐらいですか。3枚が正解です。へえ、ふになりますね。なっちゃったかもしれない。どれ、インスタ映え、おっかおしっぽも、あ、硬いね。おお。こうやってよしゃしゃしゃして、ムツゴロウさんみたいになりたい人だ。いや、この辺とかだったら大丈夫だ。いや、今ちょっと舐められただけでびっくりした今日はね、ここでもう池原さんお仕事があるので、はい、お別れです。池原さん、今日はありがとうございました。本当にありがとうございました。とっくりきわたの木にやってきました。木には産卵がもう咲いてますね。わー、すごい綺麗。もう園内オープンしてからずっとこちらにあるような形ですね。毎年花咲かせてくれます。へー、はい、名所というか。あ、そうです。リオスの丘に来たらまず隠れた名所になってます、ね。はい、木が本当にとっくりみたいな。うーん、はい、とっくりの、あの花が終わった後に種ができるんですけど、うんうん、それが綿みたいなんですよ、本当に。なのでとっくり木綿っていう。あ、木綿、はい、あ、そういう意味なんだ。うん、あの森の中を散策してるようなイメージになってます。ぐるっと一周回ってみますね。はいはい、周りにあるのが日陰平凡ですね。あ、そう、この、まあ、なんていうんですか、原始時代みたいな。あ、そうです。恐竜時代からあった木って言われてて、ちょっと説明しますね。葉っぱが今生えてますけども、はい、大きいものになると大体5メーターぐらいまでなるそうです。5メーター、はい、で葉っぱだけで3メーターぐらいまでなってて、日陰平凡って名前なんですけど、日陰を作ることから日陰平凡って名前がついてます。日陰好きそうですけどね。確かに。で、このちょっと独特な模様があるんですが、見えますか。はい。これですね、葉っぱが落ちた跡なんですよ、実は。そうなんですか。なので、これを数えるとこの木に何本葉っぱがついてたかっていうのが分かるような形。そうなんだ。はい。で、これが蛇の鱗に似てることから別名蛇木っても言われてます。蛇の木ですね。
はい、今日一日ですね、ビオスの丘の方に、まあ、テリアさんにご案内していただいたんですけれども、めっちゃ楽しかった楽しかったです、はい、めっちゃ楽しかったね、はい、いろんなアクティビティがあって、はい、船も初めて乗って、水牛も俺ね、もう生まれてこの方沖縄30年いるけども一度も乗ったことなかったから今日初めて体験できて本当にまず楽しかった、よかったです、ね、成長も楽しかったね、はい、テリアさん今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。ですね、ビオスの丘なんですけども、すごい自然の中を散策したりとか、あと船とか水牛、あのお二人様今日体験していただいたんですが、あの楽しめるかと思いますので、ぜひぜひ皆さんいらしてください。あとあのいらっしゃる際に、今こういう世の中になってますので、マスクの着用で持ってきてもらえれば助かります。ホームページご確認の上ご覧いただければと思います。よろしくお願いします。テリアさんにご案内いただきました。今日本当に一日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、まちゃん、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。めっちゃ楽しかったね。楽しかったですね、はい、で、これで終わりじゃなくて、うん、それぞれがインスタ映えだろうと思った写真をそれぞれ撮ってると思うわけ。撮りました、ね、で、それをみおちゃんのインスタアカウントの方で、ストーリーの方で、あのまずみんなのファンのフォロワーの方にですね、どっちがインスタ映えなのかっていうのを決めてもらって、はい、で、それで対決するっていうのが今回のあの企画のねポイントなんですよ。それぞれが撮った写真っていうのは今じゃちょっと見てもらいましょう。はい、はい、それがこちらです。どうぞどうぞ。この結果は次回の動画でお知らせいたします。次回のまとば TV でお会いしましょうということで、せーの、くぶりんさんでらー。